摩耗とは、摩擦に伴って生じる個体表面部分の蓄字、原料のことである。摩耗とも表記される。自転車後部ギアの摩耗の例、左が未使用のもの。右が摩耗後のもの摩耗の種類については、諸説あるが、現在ではその機構に基づいて、強着摩耗切削摩耗腐食摩耗疲労摩耗と分類される。さらに複次的な摩耗として、 エロージョンキャビテーションエロージョン電子色を含める場合もある。摩擦する表面は通常見かけ接触面積より非常に小さい真実接触部で接しており、その部分は摩擦に伴い極端に高い圧力と温度にさらされる。そのため通常では生じないような化学反応を誘引することがあり、その化学反応により表面が減量する摩耗も存在する。また、 表面の化学反応は不動体に代表されるように、ある深さまで進展した段階で、反応速度が極端に遅くなる場合があるが、こうした表面が繰り返し摩擦にさらされると、反応生成物が取り除かれて母材が、新生面として露出し、表面の蓄字減量が進行する場合がある。この摩耗は、腐食摩耗などと称される。その他、振動を受ける。 ネジの低血部等が多量の細かい黒色摩耗庫を生じて摩耗するフレッチング粉を機体を媒体として輸送する場合に粉が輸送パイプ等の壁を摩耗させるエロージョン等の摩耗形態も存在するフレッチング摩耗は黒色摩耗庫がしばらくすると赤錆に変わることからココアとも呼ばれるまた機械類で重大な故障として発生した場合に大量の錆びた魔法庫が見つかるため 腐食摩耗と間違えられることがある。対象材物質の正常、荷重や速度などの力学的条件、温度などの科学的条件の影響を敏感に受け、容易に何桁も摩耗量が増減するなど、その予測が難しい現象である。ありがとうございます。